拠点に総督府のレブナントがいて驚いたか。俺たちは別にシルバと敵対しているわけではない。彼らの行い全てを肯定するわけではないが、この閉ざされた世界でロストに落ちることなく人らしく生きるにはまだまだ彼らの力が必要だ。それにあそこにいるデイビスは俺が知る中でも特に信頼できる男の一人だ。安心して声をかけるといいだろう。文学書か、ありがたい。いろんな作品に触れてみたいと思っていたんだ。もしよかったらお前も読んでみるか。興味があればおすすめの本を紹介してやる。と、礼がまだだったな。ありがとう。